女性が一歩を踏み出す勇気を与えたい。ミセスコンクールに出場したヨガインストラクターがスピーチ日本一に輝きました。グッドラックストーリー。宮古市でヨガ教室かずみスタジオを主催する佐藤かずみさんは、昨年11月に開催されたミセスオブザイヤー2021に出場し、ベストスピーチ賞を受賞しました。私、人前で喋る仕事をしているので、すごくこのベストスピーチ賞っていうのはすごく光栄でした。日本大会で学べたことっていうのはたくさんありましたか？はい、一番日本では背が低かったっていうところだったんですけれども、自分でコンプレックスに思ってたっていうことっていうのは自分の中のことだけのものっていうところがやっぱり分かったので、自分のブランディングってすごく大事だなって思いました。20年間看護師として臨床経験を積んだ和美さん、35歳の時に体式ヨガと出会い、健康の大切さを伝えようと8年前スタジオを開設しました。ちょっと体調を崩してしまいまして、で、うつ病だったんですけれども、何か健康になる方法ないかなっていうのをすごく探してて、体式ヨガルーシーダットンっていうのが一番私に合ってたみたいで、もう本当にみるみる体調が良くなってしまったので、健康を皆さんに伝えたいなと思ってインストラクターになったんです。コンテストへの挑戦を後押ししたのはご主人の正弘さんです。スケート選手としての経験を生かし、心と体をサポートしました。トレーニングの組み立て方とかプログラムっていうのは私ずっとそういうことをやってきたので、てっぺんを目指すためのコーチというか組み立てをしていきました。メンタルヘルスやビジネスマナーなど多くの資格を持つ和美さん、たくさんの女性に輝いてほしいと願っているのです。これからの夢や目標をぜひ教えてください。はい、どんどんこうチャレンジしながら、今もうミセスコンテストに出ていろんなことを学んでるので、今まで学んだことをこうしっかりと皆さんに伝えて、地域の女性が輝くお手伝いをしていきたいなと思います。挑戦し輝くことの素晴らしさをスピーチ日本一のミセスが伝えます。ヨガスタジオで地域に貢献、グッドラック。感謝を伝えること、誠意を持って接すること、心から向き合うことを大切にしています。この番組はコーレクの提供でお送りしました。次回はこの方のグッドラックストーリーをお送りします。